そう落ちりがちなところはあるんですよね、はい、バッターってレフトの打球振らなったがあってこれが前に落ちました。二塁一塁です。会心のというわけではありませんでしたがヒット、レフト前ヒットです。3試合ぶりのヒット。まあ、こういう1本のヒットでねきっかけっていうのは掴むケースありますから、ただやっぱ今のなんか見てもヒットの方に飛んでるんですけど若干そういうピッチング。おっとこれが一塁間破りました。ライト前ヒット。ライオンズ先頭バッターが出塁です。こちらも初めてとなってまいりました。レフト側にヒット、そしてライト側へのヒット。一塁間どうか、ファーストがこれは追いつきました。ベースカバー競争はどうか、競争はセーフ。ここはやっぱり野手とピッチャーのちょっとね違いというかこの辺も、なかなかやっぱりボールを取る作業もあってそしてベースへ向かわなければいけないというね。セーフです。リクエストは失敗。